「新平家物語第572回」講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。祝杯 そのゆうべ、義経は矢栗半島の一方へ登っていた。くるるも忘れて立ち尽くしていた。彼の表にも赤かった残傷はいつか薄らぎ、遠くに見えていた平家の戦軍も落日の中へ溶け込んでしまったように、やがて水平線の西へ没し去っていた。戦はやんだ。 平家はことごとく西へ落ちて行きあとの屋島や宗の浜には落泊としたものだけが残った血生臭い2日間の狂乱から覚めて元の自然に帰った磯のしぶきや峰風の声にはそこらで果てた幾多の困惑が行くところもなくなおさまよっているかのように思われる「殿殿!殿」 果てしない義経の佇たたみに、老刀たちが口々に促した。ウリュウにあるお味方もお案じ申しておりましょうず。皆、殿のお姿を待ち抜いておるやと思われまする。目にもご老ぜられし通り、ついに平家は見えも捨てて落ち行きました。敵の三百予想早い一隻だに見えません。いざ、ご基人があって、一同と共に吉礼の勝ち時を。芸人も、 義経は我に返って今宵はもう敵の一兵もこの地にはいないわけだったなすぐ歩き出したがその影はなぜか寂しそうであった弁慶忠信有綱などの老頭はさっきから義経の胸の内を彼らは彼らなりにこう忖度していたおそらく義経の心では もしここに何十艘かの船だにあらば一門平家はおろか帝のお船も神器もみすみす見逃すことではないのにと意と口惜しく思って敵の行方をあのように見送っていたものに違いあるまいとが義経の目はそんな盲衆を追っていたのではない我勝てりと思った途端に彼はたまらない寂しさに襲われたのであった。 宇治川や一の谷でははこんな矛盾は覚えもしなかったしかも八島攻めはその時以上な困難が予想され捨て身の戦法に出たのである生きている今が勝ったことが不思議でならないほどなのだしたがって勝利の快感もそれに比例していいはずなのに彼の胸は少しも外貨をたぎらせてこない自分でも怪しまれるほどそれは意外な実感だった なぜか、なうれしくないのかひそかに自分へ問いながら彼は黙々ともう薄暗い山路を麓へ向かっていたそうじて今度の一戦はいわゆる気性というもので源氏が強かったのではないあまりにも平家に策がなさすぎていたのだと思う。 いかに多くの兵船を持ち急船は並べ立てても平家勢は本当の意味の軍隊といえるほどな軍ではない。義経は平家というものの実態がこの屋島へ来て初めてよく分かった気がした。上には幼い帝と御国母を擁しあまたな女房やら無用な老人だの目のわらべまでを連れているのだ。 それは育十という大きな家庭の延長であり家庭の寄せ集めと言ってもよい一の谷の合戦では武者と武者との直面だけでそうしたいじらしい者たちが盾の陰にいることは目に見なかったけれどこの屋島ではまざまざと義経もそれを目撃した「筆胸平家人は半くげとも言うべきか」 そんな長袖の人々やおみなわらべの群れをうったりとて何の誉れ、分けてけん門いをはじめとし、育児の母と子も哀れあの先鋭のうちにいたろうに、滅びる者への憐憫というものか、ともすれば彼はそのあまりな哀れさにとらわれ、勝者の誇りも喜びまでも暗くされてしまうのだった。言うまでもなく、 鎌倉部門は徐々に武家中心の新幕府を形作りつつある鉄の組織だった。義経の地位もその組織から言えば単なる組織の一員に過ぎない。けれど彼の本質は到底組織の子ではなかった。ややもすればその正常は乱すつもりもなく組織を乱すものとなりやすい。例えば 今度の八島作戦などもすべて彼一個の独断と勇気のもとになされ、梶原景時という軍艦の存在など全く無視し去っていた。若さに任せ、ただ自分一個の功名を急ぐのであろうか。いや、そんな彼でないことは彼を知る者ならば皆知っている。彼はただ、平家を打つのは我が天命ぞという信念に他ならない。 平家はフグ大天の敵と少年の日から思い込んでいた。それが彼の脊柱になっていた。兄頼朝の旗揚げにはせつけたのも、一の谷の合戦から八島攻めに至るまで、常に先陣を切ってきた一途な姿も、すべてこれ、だたる平家をめがけてであった。しかし、ふとい今 彼が寂しさにくるまれたのは少年の日から抱いてきたその一年が今日のごとく遂げられてみるとかえって逆に敵の弱さやその悲運な集団に人間的な思いを寄せずにいられなくなったからであった。ことに自分の母の時盤を胸に浮かべると「この夕べ屋島を後に落ちていった平家のうちにも幾多常盤に等しい悲運な母ができているに違いない。 また自分の身の上と似たような白明の子が平家からも行く末たくさん巷またに投げ出されることであろうと思う義経はついそんな情にもとらわれたそれは彼があくまで至上の子であって鎌倉殿の組織と目標を代行する大将でなかった証拠でもあったこれ以上にもあの弱き者たちを敵と呼び敵と憎んで どこまでこの弓矢に手を追い詰め追い滅ぼさねばならぬのか今ではその遂行がつらくなっていたのであるもっと深くその心に立ち入ればこれ以上な追撃には自信をなくしていたほどかもしれなかったしかしその酔いの雨生の丘はまるで観古のるつぼだった勝者の会に踊り狂い誰一人義経の真実を知った者はいない 死をかけた武者にすればそれは当然狂気に値する勝利の夜だった義経のひそかな寂しみなどはおよそ武人には通用しない彼のみの干渉といえよう義経もそれは知らないわけではないで彼も丘の尋問へ入ると常のごとき態度に帰っていたそして自身の帳りの前に立つと「三郎奉行!」と早速勝ちどきの指揮を伊勢の三郎に命じた その前に少子は金剛の神社や民家から多量な酒を借り集めていた。そして今、義経の貴人を迎えると同時に、万山のかがりを盛んにし、手に手に灰をあげて、義経の正座を厚く取り囲んだ。四季の奉行を言いつけられた伊勢の三郎が真ん中へ出て、いざ勝ちどけよと温度をとった。見た度ほど天地も振るうばかりな諸声をあげた。 酒好きを干してからもう一度、うわーっと、体ぐるみ外貨を生やして踊り合った。義経も人々と共にぐっと原家の祝い酒を飲み干した。冷ややかな酒が胃の笛落ちていくのが分かる。ほろ苦い香りだけが舌に残った。彼は夜空へ顔を背け、まなじりから垂れるものを支えていた。そして遠くの星へ。世に今さば。 母の時はど殿は義経の働きをよくぞとお褒め下さるであろうか否か、いやいや、悲しみこそすれお喜びはなされまい、と生ける人へ言うように、父義ど殿とて同じこと、父たりとて今は同じ御仏なれば、これ以上人を殺せ、弱き平家を滅ぼし尽くせとはおぼしめしあるまい。 世もそれまでの悪鬼怨霊であろういわれはなしと口の内だったが強く戦の途中今更弓を折ることもならねど義経の弓矢を今日よりは慈悲の矢とし我に歯向かわぬ者なれば平家の垂れであろうと苦言の底から世の明るみへ救い取らせてやろうそして一日も早くこの戦を収めようぞそれこそが 亡き父母への供養の第一と一人誓ったけれど湧き立つ外貨の上に立つ今宵の大将軍の姿を誰もそんな思いに痛む人とは見なかった。 彼らは酔うほどに義経の座を取り囲んで、御大将のお流れをとせがみ合い、久しぶりにいて坂東歌をお,お聞かせ坊さんなどと手拍子を合わせてはしゃぎ、さらに、殿にも、いちごのご巧妙、今宵のみはお過ごしあってしかるべしと、八方から酒壺の口を向けた。おお、飲もうよと、義経もまた次々と受けては、杯を傾けた。 彼の首領は先陣へ出てから一頃よりまた強くなったようであるしたたかに飲んだ末盾の上に横たわると義経も今夜ばかりはやがて前後不覚な寝姿だった。<music> 夢の中にも夢を見るからジョーですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ